問題1問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。例男の人が 女の人に頼んでいます。どれを取りますかすみません。ちょっと、それを取ってください。え、どれですかあ、その花の本です。どれを取りますか 正しい答えは1です。では、始めます。一番。病院の人が薬について話しています。はじめに何をしますか?。朝ごはんの前に水を飲んでください。それから、朝ごはんを食べてください。 食べ終わったら薬を3つ飲んでくださいはじめに何をしますか2番 2> 店の入り口で 店の人と男の人が話しています。店の人は靴をどこに入れますかいらっしゃいませ。どうぞお入りください。えっと、靴はどうしたらいいですかこちらで脱いでください。この棚の一番下に入れておきますので。はい、ありがとう。 店の人は、靴をどこに入れますか3番男の人と女の人が会社で話しています。女の人はどうしますか あのー、誰か、田中さんの電話番号わかりますかはい、私、知っています。じゃあ、すみませんが、田中さんに電話して、明日の電車の時間を言ってください。はい、わかりました。8時半ですよね。ええ、そうです。女の人は、どうしますか 4番。お母さんが男の子に頼んでいます。男の子は何をしますかねえ。何お母さん、牛乳買ってくるからお風呂洗ってくれないええー、もうすぐ見たいテレビが始まるんだけど。牛乳買ってくるのとどっちがいいええー、 お菓子も買っていい一つだけよ。わーいじゃあ行ってくる。わ、あと10分だ。自転車で行こう。男の子は何をしますか 5番。レストランで、店の人と男の人が話しています。男の人は、これから何をしますかいらっしゃいませ。食事のメニューはありますかすみません。2時からコーヒータイムになります。飲み物だけはい、ケーキはございますが。そう、じゃ またにします男の人はこれから何をしますか6番先生が話しています来週 学生はどうしますか前に話したと思いますが、来週のこの時間、私は会議があるので来られません。で、代わりに山田先生が来てくれることになったので、授業はいつも通りです。これからプリントを配りますから、家でやってきてください。先生 それ宿題ですかはいそうです「来週学生はどうしますか?」7番「男の人と」 女の人が携帯電話で話しています女の人はこれから何をしますかもしもし田中さん今暇。ええ、もう授業はないし帰ろうと思ってたところテニスしませんかテニスいいけど 私あまり上手じゃないわよ。あ大丈夫です。コート取ったのに来られなくなった人が多くて困ってるんですよ。そう。じゃあすぐ行くわね。女の人はこれから何をしますか 8番男の人と女の人が話しています。明日、どこで会いますか明日、どこで会いましょうか駅の前の喫茶店、わかりますか駅の前。はい。駅の前にホテルがありますよね。その隣に喫茶店があります。そこで3時に会いましょう。 ホテルの中の喫茶店もいいですがちょっと高いですからはいわかりましたじゃあ3時に「明日どこで会いますか?」2 問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。例。駅で、駅の人と女の人が話しています。 女の人の人カバンはどれですか忘れたのはどんなカバンですか黒いカバンで。黒いカバンですね。これですかい,いえ、もっと丸くて、ポケットがないカバンなんですけど。ええー、じゃあ、これですか。あそれです。ありがとうございました。 女の人のカバンはどれですか正しい答えは2です。では始めます。一番男の人と女の人が 話しています。猫はどこにいますかあ、机の下に猫がいますね。あれ、猫じゃないんです。犬なんですよ。へえ、小さいですね。猫もいますよ。ほら、あそこ。椅子の横で寝ています。猫は、 どこにいますか。二番。店の人と女の人が話しています。女の人は何を買いましたか。いらっしゃいませ。何にしますか。 りんごを三つ、みかんを五つ、バナナを、あ、バナナは今日はいいわ。はい、えっと、りんごとみかん合わせて950円です。女の人は何を買いましたか 3番テレビで女の人が話しています。この料理は何を使いますかこんにちは。3分で料理をの時間です。今日は果物を使ったサラダを作ります。果物は切る前に冷蔵庫に入れて冷たくしておきましょう。色の薄いものと濃いものを 両方使うときれいに見えます。ゆで卵やパンを一緒にどうぞ。では作り方です。この料理は何を使いますか 4番。女の人と男の人が話しています。女の人は、どのパソコンがいいと言っていますかこれ、どうノートパソコンがいい。学校に持っていけるから。じゃあ、これはそれ高くないノートの方が高いんだよ、普通。小さくて安いの。 ないかなあこれ、かわいい。軽いし。それ、安いし、小さいけど、パソコンとしてはどうかなそうなの便利そうだけど。女の人は、どのパソコンがいいと言っていますか 5番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はどこに会議と書きますか鈴木さん、ちょっといいかなはい。明日会議あった明日ですか ?13 日ですね。そう。そこに書いてあるんだけど、1時から。 一時は、私のノートには何もないです。あ、会議は来週の木曜日だ。それ、直しておいてくれる誰か間違えたんだね。はい。女の人は、どこに会議と書きますか 6番先生が教室で話しています。今日はどこから始めますか <laughs> はーい。じゃあ授業を始めますよ。今日は58ページからですね。先生、56ページと57ページまだやってません。ああ。 そこ、宿題でしたね。はい。先週は55ページまででした。じゃあ、その次からですね。宿題のページを開いて。今日は、どこから始めますか 7番女の人が冷蔵庫の話をしています。飲み物を早く冷たくしたい時はどこに入れますかこの新しい冷蔵庫にはドアが4つあります。広いところには大きな野菜などを入れてください。水やビール、ジュースなどの飲み物を 早く冷たくして飲みたいときは、下の狭いところに入れるとすぐに美味しくなります。飲み物を早く冷たくしたいときは、どこに入れますか